好きな言葉は、ケケも歩けば棒に当たる。誰だって歩けば棒に当たるんだよ。私は当たったことはありません。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、イメミの館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、イメミの館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、この季節にぴったりの、イルミネーションが素敵と言われている動物村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。いいね、イルミネーション。現実で見に行ってないけんね。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、動物村に出発。動物村に到着。お、かわいい、花壇や。夢の世界へようこそ。あなたは今動物という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の動物の世界をご堪能遊ばせ。いいね、いいね。もう早速かわいいんですけど。いいな。こっちが男の子仕様で、こっちが女の子仕様って感じかな。よし。じゃ、ちょっと順番にとって、身につけていこう。一番上にあった袋は何やろ。あ、キキララなステッキ。なるほど。そしてステッキ。じゃーん。こんな感じで。あ、なんかあれやね。あの、髪飾りと髪の色が同化してしまっている。若干浮き上がっては見えるけれどっていう感じやね。あ、なにこれ。見て。しずえさんなんだけど、モンスターボール。なんだ、どういうことだ。これなに？なんか、周りにいろいろアイコンが書いてあるけど。何のアイコンなんやろ。ん？そしてこっちは。え、これあれじゃない？違うかな？あの、千と千尋の神隠しの千じゃない？え、違う？なんかそれっぽいなと思ったんやけど。かわいい。あ、やっぱり、あっとった。あっとった。よかった。動物の森号。あ、なるほど。ポケモン号のアイコンってことや。最近ポケモン号をやっていないから。あ、これ金のバラじゃない？すごい、駅の周りに。あ、で、これあれか。スズランの花。村の、環境が最高にならんといかんっていうやつ。私は絶対に手に入れられなさそうな。そしてこれね、駅から村に入ってきたら速攻で、イルミネーションが、綺麗だと言われているイルミネーションがお出迎えしてくれると。なんかこれあれやね。この地球儀、周りにこんなに花がいっぱいあるけん、どう乗っていいか迷いそうな感じ。その前に、その遊具は地球儀ではありません。あ、どうも。誰やっけ？レイチェルやったっけ？あれ。なんか他にもいろいろ顔出し看板あったりとかするのかな？いいね。なんかこういうちゃんと道が整備されている感じ。お？こっちじゃなかった。普通に今こう行って橋を渡っていく予定だったんだけども。あれ、ここでもなかった。こっちか。ちゃんとマップを見て。あ、こっちはなんかちょっと自然に溢れた感じなんかな。ね、向こうは、ちょ、整備された感じだけど。ほら、こっちは花がいっぱい。なるほど、ちゃんとそういう風に分けているのね。場所で。そして、ここが村長さんのお家。家の周りにはすごいいっぱい花が。どうも。楓村長さん。参りで書くのが好き。いいね。この服も参りだってことかな、もしかして。この今着てるやつ、村長さんが。じゃあちょっとお邪魔します。おー、シナモンや。まあね、村長さん、あの、帽子、シナモンの被っとったもんね。で、村を訪ねてくる人には、
まあ、キキララと、あともう一個は、あ、でもノリノリって書いてたけん、あっちはサンリオじゃないんか。そっか、ケロッピかと思ったけど違ったわ。で、それじゃあ左の部屋へ。お、左側はすごい落ち着いた感じの部屋。ね。書斎なんかなって思ったけど、ベッドも置いてあった。そして渋い戸田ケケ。DJ ケケの写真。DJ ケケ、DJ ケケ。ん？写真の裏に小さな字で何か書いてある。好きな言葉は、ケケも歩けば棒に当たる。誰だって歩けば棒に当たるんだよ。私は当たったことはありません。はい、そして、奥の部屋へ。入り口入ってすぐはすごい乙女全開って感じよね。あ、奥は、ま、キッチンも兼ねとる。でも横でも寝れるね。いいやん。おはよう。はい、ご飯。まずは顔を洗いましょう。寝起きにイクラ丼。素敵。素敵。ケーキ、ケーキが食べたいんよ、ケーキが。クリスマスケーキが早く食べたいです。撮影はクリスマス前でした。ま、自分で、こう、なんでもない日に買ったりとかも、たまにするけれども、やっぱりこうね、ちゃんと、大きいケーキを食べるっていうのは、だいたい、誕生日かクリスマスぐらいやん。いや、それが楽しみで楽しみで。ま、誕生日の方は、ショートケーキで済ませたりもするけん。クリスマスぐらいかな？ホールケーキ。お、右側は、お、音楽はちょっと陽気な感じやね。ちょっとなんか神秘的な感じなんかなと思ったけど、音楽は陽気だった。カップケーキ。これは上に花が乗っとるってこと？かわいい。食べれる花かな？ああいうのって結構あることない？お刺身についてるあのタンポポもさ、プラスチックでできてるやつと本物のタンポポの時あるよね。本物の方は食べれるって聞いたことあるけど。そりゃ、プラスチックの方は食べられないでしょう。ほい、そして2階。これは、私、これなんよね。このどっちか区別がつきづらい、カーニバル家具？こっちがカーニバル家具やったっけ？あの、ベルリーナさんのやつ？あれ違う？あ、違う、これ、あっちか、フランクリンの方か。いつもそこで迷うんよね。フランクリンの方は何家具だった？ハーベスト家具です。それもわからね。上はちょっとなんか食事が豪華な感じがするぞ。ね。こういう朝食ってなんかシンプルなんやけど、いいよね。シンプルなんやけどめっちゃ美味しそうよね。はい、そして地下へ。お、学校だ、学校。なるほど。あ、もうほら、私やったら絶対ね、配置するときに黒と赤のランドセルを置きがちやけど、やっぱ最近はね、色とか決まってないから。え、やっぱあれなんかな、昔とかやったらさ、こう、おじいちゃんおばあちゃんとかが、ランドセル、男の子やったら黒、女の子やったら赤って、まあなんか、選んで、買ってくれとったりとかするけど、最近はやっぱ一緒に行って色選んで買うみたいなのが多いんかな。なんか最近の小学生別にそんな見かけんけんあれなんやけど、もっとカラフルになっとんかな。それとも今でもやっぱり黒と赤が主流ではあるんだろうか。わからねえ。わからねえ。その辺の事情。暗くなってくれば暗くなってくるほどイルミネーションが綺麗に見えそうな感じ。ね。そしてやっぱり人のところの顔出し看板って楽しいよね。これなんなんやろうとか。ちょっと顔をはめてみるのめちゃくちゃ好きなんだけど。良きだね、良きだね。いろんなモニュメント置いとるのもすごいなんかいいなって思うんやけど。自分の村にモニュメントっていうものをそう置いてないけんね。こういうトピアリーだとか、こういうちょっとね、座れるモニュメントだとか、こういう変わったやつとか、
そういうのをどこに置けばいいだろうというセンスが皆無すぎまして。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よろしければ評価、ベルボタンお願いします。前回までの動画は動画の概要欄にありますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。イルミネーションとともに空の色も綺麗やし、ね、いい感じの時間帯。